ジェーレン・ハリスはアメリカ合衆国テキサス州出身のプロバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズとェイ契約を結んでいる。かつてはルイジアナ工科大学、ネバダ大学でプレーしていた。ポジションはシューティングガード。ハリスはサザンメソジスト大学でバスケットボールをプレーしていたカーリン・ケネディとエリオン・ハリスの息子としてテキサス州ダラスで生まれた。 二人の弟と一人の妹がいる。母のカーリンは19歳で彼を産んだ後に、三年生のシーズンに、マでコートに戻り、得点、リバウンド、ブロック、FG% において、同校の歴代最多記録を残して卒業した。また、彼女は2012年に、同校の伝道入りを果たしている。ハリスは、テキサス集団ンビリュで育ち、バスケットボール、フットボール、 野球をして育った。中学生の時の怪我でフットボールを断念し、その後は父親と共にバスケットボール選手になるためのトレーニングを行っていた。父エリオンは彼の当時中学生の息子を中心としてダラスヒーローズというチームを設立した。ダンカンビル高校に入学し、2年生の時には190.5センチメートルまで成長した。3年生で 平均15得点4リバウンドにアシストを残し、8区6平年間最優秀攻撃選手に選ばれた。AAU 中に脊椎骨折により4年生のシーズンの半分を欠場した。それでも3年生のシーズンにも再度8区6平年間最優秀攻撃選手に選ばれた。平均23得点7リバウンド4アシストにスティールを残し、 FG% パーセントは55%で、スリーポイントについても45%の確率で決めた。ソーダーヒル高校との試合では、キャリアハイの44得点を記録した。大学スポーツの専門サイトであるライバルズにおいては、テキサス州の同学年の選手の中では16番目にランク付けされ、9番目に優れたガードと評価された。ハリスは、 インディアナ大学とカンザス州立大学からもオファーを受けていたが、ルイジアナ工科大学と契約した。ルイジアナ工科大学でキャリアを開始した。新人として27試合に出場、うち2試合に先発した。平均10.9得点3.1リバウンドを記録し、2桁得点を14試合で達成し、20得点以上を3試合で記録した。 中でも初先発となったオクラホマ大学戦で16本のショットのうち10本を成功させ24得点を記録した。フリースローはチームトップの88.3%の確率で沈めシーズンを通して7本しか失敗がなかった。この88.3%という FT% は同行の歴史上6番目の数字であり18年ぶりの記録である。また、 フロリダアトランティック大学戦で決めたティップダンクは ESPN のスポーツセンタートップ10プレイの第6位に選ばれた。またシーズン後にはカンハレンス USA オールマイナスフレッシュマンチームに選出された。チームトップの平均15.3得点に加え4.5リバウンド2.5アシスト1.1スティールを記録した。シーズンの開幕戦で テキサス大学テーラー校と対戦した際には25得点を記録し、サウスイースト、ミズーリー大学との次戦では延長までも連れ込み26得点を記録した。プレイした11試合のうち9試合で2桁得点を記録し、うち3試合では20得点以上を記録した。2018年1月にネバダ大学と契約した。オクラホマ州立大学やタルサ大学。 スティーブン・ F ・オースティン州立大学からもオファーを受けていたものの、ボイシ州立大学戦を観戦に訪れた際に、エリック・マッセルマンコーチに惹かれ、ネバダ大学を選択した。2018から19シーズンをレッドシャツ制度を用いて全球した。このシーズンもネバダ大学の成績は29勝5敗であった。迎えた2019から20シーズンを前に、 ネバダ大学を選択した要因だったマッセルマンコーチがアーカンソー大学に移った。ゴンザーガ大学や南メソジスト大学が興味を示したものの、ハリス自身はネバダ大学での残留を決めた。チームトップの平均21.7得点と6点をリバウンドを記録した。新チームでの2戦目を足の怪我で欠場するなどの不運もあったが、2020年1月中の8試合に、 渡り、平均27得点5.4リバウンド4.4アシストを記録した。エアフォース戦でキャリアハイの38得点、サンディエゴ州立大学戦で32得点をそれぞれ残した後の2月11日には、米国バスケットボール記者協会によるオスカーロバートソン週間最優秀選手に選出された。2月12日のネバダ大学ラスベガス公選では29得点。 コアシストに加え、キャリアハイの14リバウンドを記録し、ネバダ大学で20得点10リバウンド後、アシスト以上を記録した、史上11人目の選手となった。また、1シーズン中に4度にわたり30得点以上を残したのは、ネバダ大学では2006年のニック・ファジーカス以来の快挙である。シーズン終了後、ハリスはオールマイナスマウンテンウェストカンファレンスファーストチームに、 選出され、カンハレンスの新人賞を受賞した。また、マウンテンウエスト週間最優秀選手は12月9日、1月27日、2月10日と3度に、渡って受賞した。ネバダ大学が優勝した、パラダイスジャムハイでは、平均22.3、得点6、リバウンド6.3、アシストを記録し、MVP を受賞した。また、 このパラダイスジャムハイにおいては大会を通しての MVP だけでなく3試合全てにおいて各試合の MVP を受賞した。シーズン後2020年 NBA ドラフトへの参加を表明した。2020年11月18日に2020年 NBA ドラフトでトロントラプターズから全体59位指名を受け11月28日に 2A 契約を結んだ。 2021年1月8日のサクラメントキングス戦で NBA の試合に初出場を果たし2分間に渡ってプレーした。1月29日に G リーグのラプターズ905に送られ7試合に出場し平均17.6得点4.3リバウンド2.3アシスト1.1スティールと活躍した。G リーグからトップチームに戻った後の3月13日の シャーロット・ホーネッツ戦で NBA3 試合目にして3ポイントショットを決め初得点を記録した。2021年7月1日にアンチドラッグプログラムの条件に違反したため解雇され NBA からの出場停止処分を受けました。ありがとうございます。